あれが岩のドームです。イスラムの人たちでございます。ちなみに我々は中に入れません。厳重厳重。こっからやべえから。あ、来られるよ、ここから。はい。なんかバイブスが強い。人の思いというか念というかが多いところは。確かここからです。あれあれ、あそこに行きたいんだよな。じゃない、いや、こっちから行ってここから入った記憶が。あるんだけど。はい、じゃあ今からイスラム教徒エリアに向かって行ってみたいと思います。このもともとユダヤ教の王国のあった神殿の跡地にをぶっ壊して、あのドームをドーンとドーンとやったところからドドンガドーンとなってございます。毎回毎回出てくるキーワードのになる人が今最大でしょう。毎回出てくるのは天使、大天使ガブリエルです。ガブリエル、毎回ガブリエルで、ガブリエルが一応ゴーチョコ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 でですね、イスラム教はですね、もともと商人だったムハンマドがメッカでもうガブリエル瞑想してるわけですよ。そしたらガブリエルが来るんだよ。はいはいみたいな。ほらすごい緊張でしょ。すごい、ほら、厳重厳重、大変です。はい、ここからガブガブ。ここからやべえから。あ、来られるよ、ここから。はい、右側に行ってください、ご婦人。はい、はい、ここで服をゲットしてください。はい、ここで服をゲットします。僕はあの長袖に着替えます。厳しいですか。はい、それ着てください。じゃあ頭からかぶってください。で、頭を出しちゃダメです。じゃあご婦人これ、はい、まあもう立派なイスラム教徒です。まあここにこういう神殿がございまして、まあ生きたる戦乱の中でですね、こうぶっ壊されてドーンってやってるわけですよ。こうで昔はここにユダヤ教のあれ建てたわけですよ。あのあれがそれでこれなわけです。でそのムハンマドがこうピャーって飛んできて、ここにバカーンって来て、ここに飛んでくるのよ。サウジアラビアのメッカからドーンって、ドドンドドーンってっていう伝説のもとに作られているここが、まあ、モスクがあって、確かイスラム教って3つ聖地があるんですね。メッカとここと、あとなんかどっかあるんだよ。どっか確かその3カ所
を巡礼するのがイスラム教徒、もうほらイスラムの人たちでございます。ちなみに我々は中に入れません。で、あの中であれモスクなんですけど、あれが岩のドームです。あれが岩のドームですが、でこれイスラム教徒じゃないと中に入れません。ここです。これ岩戸です。これ岩戸、はい、イスラム教徒のエリアなので急激にこうね、我々は中に入ることができません。でここ標高が割と高いんで結構寒いんですよ。ギャンギャンですね。あーっつってですね、これはちょうど横から見てるところですね。でイスラム教も偶像崇拝を禁止されているので、この中はおそらく絨毯が引いてあって、ただコーラン、メッカの方、西の方に向かってお祈りを多分捧げるということだとおそらく思います。中はどうなっているか私たちは分かりません。メッカはちなみにサウジアラビアにあります。よくわかんないけど、別にその宗教に感化されてるわけじゃないけど、ここのエリアはなんかバイブス強いんだよね。いやそうだよね、なんかバイブスが強い、人の思いというか念というかが多いところは。じゃあご婦人ちょっと行きましょう。さあここからね、聖墳墓教会というところに行ってみたいと思います。キリスト教クリスチャンのエリアでございます。歩いて9分で聖墳墓教会の方にピュッと。で聖墳墓教会はまあイエスの亡骸があるとされているところなんで、あれです。でユダヤ教とイスラム教はその偶像崇拝を禁止してるんですけど、そのなんて言うんだろう、アスラムレイ君、チャオチャオ。アスラムレイ君ってさ、プッって言われた。アスラムレイ君、アスラムレイ君こんにちは、アラビア語です。ほら書いてある、ここにちゃっちゃかちゃっちゃっちゃってやりなさいって。これホッカムリをしなさい。わかります？ご婦人。はい。Repeat everyone。ホッカムリをしなさい。はい、ここで服を脱いでいただきまして、この岩のドーム聖地に出たいと思います。はい。あ、go up先生。OK、go straight。Thank you。一応ここ、商店街になってますけど、チャーチの方に。これいけない可能性があるんで、はい、うまそうなパン売ってます。
ご婦人、ご飯食べたいところかって言ってくださいね。